こんにちは、大吾です。今日は DNA を取り出す実験第2弾、大吾の大実験。はい、今回は何から取り出すか。人から、僕から取り出します。ということで、前回のレバーと違って材料の分量が少し違います。準備するものは洗剤と塩と、これは同じですが、お塩、これ実は 1% の食塩水、10ミリ入れて小さじ1杯ぐらいで、 10% 食塩水は同じですが、全部の分量が10ミリ、あと、エタノールは普通で、この洗剤はそのまま原液で使います。第5の大実験。まず最初にお水、口の細胞から取るので1分間うがいします。で、気をつけないといけないのは、絶対に口をゆすいでからやってください。そうしないと変なものが取れます。まずいっすね。じゃあこれを使って DNA の抽出をしたいと思います。最初に洗剤を、もうここに細胞がたくさんあるので洗剤を入れます。これは大さじの半分ぐらいで、ゆっくりやると細胞膜が溶けてきます。優しく50回ぐらい溶けたはず。はい、でその次に 10% 食塩水で、 DNA はその核の中でタンパク質に守られているので、これを入れることによってタンパク質を取り出します。で、優しく混ぜます。50回、20、30、40、はい、50回できました。では、うまくいけば、水には溶けて、エタノールには溶けないので、ゆっくり入れると、うまくいけば DNA が見えます。第5の大実験。実際に垂らしてみましょう。だんだん下からモヤモヤモヤっとしたものが出てきます、ね、モヤモヤさん出てきますね。ちょっと見えづらいって、さっきのレバーと同じですね。レバーと同じようにモヤ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 糸みたいな、ね、ちょっと鼻水のような気もしますが、そのものがモヤっと出てきます。こいつが僕の DNA。綺麗ですね。これ見たらレバーも人も同じ DNA からできているということがよーくわかります。今回も実験大成功。この実験の面白度はやっぱ人だから 90% ですよね。絶対これ人でやるとめっちゃ面白いと思う。人以外でも何でもできます。なので皆さん、ぜひ人から DNA 挑戦してみてください。詳しくはウェブページにやり方が書いてあります。それではまた。第5の大実験。